神社は、愛知県名古屋市西区にある神社。正式名称は、龍神社であるが、ヘビ池と呼ばれる池のほとりに拝殿が建てられていることによる通称の方が知られている。かつてこの池は、現在よりも大きかったと伝わっているが、ある時この池のほとりで、オロチが目撃された。村人の噂を聞いた、若き日の織田信長は、 周辺の村人たちに池の水をすべて汲み出すように命令したがいくら汲んでも水はなくならず自ら池の中に潜って大蛇を探したものの見つけることができなかった。さらに水蓮の達者なう左衛門のという男にも探させたがやはり見つけられなかったためようやく信長は諦めたという。この話は何でも徹底して行う信長の性格を表す。 エピソードとしても語られている。これをきっかけにして、コミオ池という名であった。この池は、ヘビ池と呼ばれるようになった。当日の筆流しなどその後も、竜神への信仰はあったが、社殿などは長らく混流されなかった。ここに道具が建てられたのは1909年で40日以上も続いた干ばつに対して光通り寺の住職が甘えを行い、その対岸当日に、 大雨となったことから、竜神に感謝した村民により、一部が建立されたという。なお、現在の拝殿は1963年に建て直されたもの。1955年に、西葛飼郡山田村が名古屋市に編入されたのを記念して、新川荒井関の西川堤防など、神社の周辺に多くの桜の木が植えられた。 ヘビー家千本桜とも呼ばれて長らく桜の名所として親しまれていたが、東海豪雨による河川改修の影響で一部を残して伐採されてしまった。近年では新たに桜が植樹されており、桜の名所としてかつての姿を取り戻しつつある。毎年4月第2日曜日に行われる。宗江門という人の妻が子供たちにいじめられている少女を助けた。 宗衛門の妻は産後の日立ちが悪く幼い子供を残して死んでしまったが、竜神が、乳母となって残された子を育てた。これを知った宗衛門が、これとして池に石繁を流したという話に由来する。この際には六所神社から行列を行う。毎年8月20日に行われる。万灯籠が美しい。金魚花火や盆踊りが行われる。ありがとうございます。